1965年の阪急ブレーブスでは、1965年の阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、西本幸雄監督の3年目のシーズンである。前年優勝の難解を最後の最後まで追い詰めながらも2位に終わったが、西本監督は今年こそ優勝すると意気込み1965年のシーズンを迎えた。しかし、シーズンが始まると、 南海の独走を許し、7月には28ゲーム差の5位と低迷。チームは8月に、主位の南海に大差をつけられながらも2位に浮上したが、その後、西鉄、東映に抜かれ、4位でシーズンを終えた。投手陣では、前年2位の立役者となった梶孝、梶本隆夫米田哲也足立光弘石井修行がこの年もローテを守ったが、防御率は3.33で、 リーグ5位に転落した。打撃陣ではこの年からゴードン・ウィンディが1番を打ち、3番にはダリル・スペンサーが入り、5番にはこの年入団のリー・ウォールスが入るなど、外人トリオが打線の中心となったがそれ以外の選手は不調に終わった。スペンサーは南海の野村克也と最後まで本塁打王を争ったが、終盤以降南海を含めパリーグ各球団の 投手陣から敬遠攻めに遭い、さらに交通事故に見舞われ本類打大獲得は、夢と消えた。チーム本類打は130本類打とリーグ2位だったが、閉殺打や失策も目立ち116閉殺はリーグ2位、139失策はリーグ6位と散々だった。ありがとうございます。